ソニック・ヘッジ・ホックの構造ヘッジ・ホックシグナル伝達経路はヘッジ・ホックタンパク質を中心としたシグナル伝達経路である。発生している範囲では、等速、微速、右側、左側などの位置が決定され、それに基づいてそれぞれ異なった発生過程をたどり、またいくつかの分節を形成しそれぞれが異なった形に発達する。 肺が正常に発生できるように各々の細胞はヘッジホックシグナル伝達経路に基づいてこのような正しい位置情報を獲得する。すなわち肺では場所に応じて異なった濃度のヘッジホックシグナルを構成するタンパク質が見られるのである。発生過程のみならず生体においてもこのシグナル伝達経路は働いている。ここに異常が生じると 規定細胞がんのような疾患を発症するヘッジホックシグナル伝達経路は動物の発生に関わる重要な経路の一つであり症状媒から人に至るまで保存されているこの経路の名前は症状媒で見つかったヘッジホックと呼ばれるペプチド分子に基づくがこの分子は症状媒の肺の極性を決める遺伝子の一種であるヘッジホックは 後期の肺発生や変態でも重要な役割を担っている。哺乳類では、ソニックヘッジホック、インディアンヘッジホック、デザートヘッジホックの3種類のヘッジホックホモログが知られているが、一番研究されているのは全身に発言が見られるソニックヘッジホックである。ヘッジホックシグナルは、脊椎動物においても肺発生で重要な役割を担っており、 例えば、この経路を構成する遺伝子を書くノックアウトマウスでは、脳や骨、消化管、肺をうまく形成することができないことが知られている。近年の研究によると、ヘッジホックシグナルは、体制肝細胞の制御に関わっており、成人組織の維持や再生でも働いているとされる。加えて、腫瘍の進展にもこのシグナルが関係していることが分かってきており、製薬会社は、 ヘッジホックシグナルを標的とした抗腫瘍薬の開発に力を入れている。1970年代の発生生物学における根本的な疑問は比較的単純な受精卵がいかにして大切性を構成するかというものであった。1978年になってエリック・ビリシャウスとクリスティアーネ・ニュースライン・ホルハルトにより、ハエで大切の前後軸形成に関わる遺伝子の変異が特定され、 さらに彼らが行った法は突然変異誘発法により大切に関わる一連の遺伝子が発見された。そして1995年に二人はエドワード・ルイスと共に症状場への肺発生に関わる遺伝子変異の研究に対しノーベル生理学・医学賞を受賞した。症状媒のヘッジホック遺伝子はそれぞれの大切の前後の違いを決める遺伝子の一つとして 1992年に複数の研究室により独立にクローニングされたものである。いくつかのヘッジホッグ変異は野生型に比べて太くて短いずんぐりむっくりした肺となる。セグメントポラリティ遺伝子としてのヘッジホッグはハエの幼虫の正常な死状突起の極性に対する影響のほかに、成虫の触覚や足の形の観点からもその機能が研究されてきた。 ちなみに、普通の幼虫に比べ、ヘッジホックに変異があるものは、隙間のない芝生の状の史上突起を有するが、この毛が密集しずんぐりむっくりした幼虫がハリネズミを思わせることから、ヘッジホックという名前が付けられた。ヘッジホックにおける系統発生上の関係。症状場へのヘッジホックは一種類しかないが、生物種によっては、複数の種類のヘッジホックがある。 線虫ではヘッジホック様の遺伝子の他に、二つのパッチットのホモログ遺伝子とパッチット関連遺伝子が存在しており、これらの遺伝子は線虫の発生を担っている。線虫においてヘッジホックやパッチットの関連遺伝子はとても多く、またスムースンドホモログなしに機能することから、対抗動物やそれに類する動物はヘッジホックのコレステロールや その感知機構が異なっていると考えられている。原始的な脊作動物であるナメクジウオでは、ヘッジホックのホモログを一種類しか持たないが、脊椎動物になるとヘッジホックにいくつかの種類が出てきており、哺乳類の場合、デザートヘッジホック、インディアンヘッジホック、ソニックヘッジホックの三種類のヘッジホックがそれぞれ別の遺伝子に行動されている。これはおそらく、 脊椎動物の進化の早い段階で遺伝子の重複が起こったものと考えられている。この三つのヘッジホックの中では、デザートヘッジホックが一番症状倍のヘッジホックに近い。生物種によってはヘッジホック遺伝子の重複がさらに起こっており、ゼブラフィッシュではソニックカヘッジホックに近いティギーウィンクルヘッジホックという名のヘッジホックがある。様々な種類の生物が その発生過程において、独自にヘッジホックを利用している。例えば、アフリカツメガエルのバンディドヘッジホックのホモログは、参照魚では、足の再生に関わっている。C は、霊長類から人に至る進化の過程で発達していったが、このおかげでより複雑なタンパク質の制御が可能になり、大きくて複雑な人の脳につながっていったのでは、ないかとも考えられている。 WNT 受容体であるフリッツアルドファミリーは、ヘッジホックシグナル経路を構成する、スムースンドと類似性があるが、G タンパク質は、スムースンドの機能とはうまく結びつけられていない。実際、スムースンドは配列の類似性から、G タンパク質協約受容体スーパーファミリーの一員のように思われるし、WNT シグナル伝達経路と、 ヘッジホックシグナル伝達経路とのその他の類似性も解説されている。これらの類似性から WNT シグナルとヘッジホックシグナルの共通のルーツとして脂質収縮を受けたタンパク質と特定の膜輸送体による古いシグナル伝達経路があったのではないかとも考えられている。スムース運動の下流に関しては無脊椎動物と脊椎動物の間でかなり違いが生じていることが 指摘されており、例えば、症状場へのサポレッサーオブヒューズドは大した役割を持っていない一方で、脊椎動物ではその役割が増しており、その代わり症状場へでは、コストルマイナス2が重要な役割を担っている。プロテインキナーゼであるヒューズドは、症状場へでは、不酷の制御因子であるが、脊椎動物ではほとんど働いていないとも言われる。また、脊椎動物では、 ヘッジホックシグナルが専門と強く結びついている点も、無脊椎動物と異なっている。ヘッジホック伝達経路の究極的な起源は、バクテリアが持つホパノイドの制御経路にまで遡るという仮説が出されている。昆虫細胞では、キューバタスインタープテスという、ジンクフィンガー型転写因子を発現し、コストルマイナス2というキネシン様のタンパク質と、 複合体を形成して、細胞室内の微小管に極在している。この複合体において、全長の地が、プロテオソーム依存的に切断され、75キロバイトの断片を生成する。サーは、核内に移行し、ヘッジホック標的遺伝子の補助抑制因子として、働く。チタンパク質の分解は、プロテインキナーゼ A や GSK3β、CK1 といった、 プロテインキナーゼによるリン酸化の過程を減る。そしてリン酸化された血は SCF 複合体の構成要素であるスライムと結合して指機沈化を受けることになる。ヘッジホックタンパク質がない状態では、その膜受容体であるパッチットが7回膜貫通タンパク質で、あるスムースンドの発現と活性化を抑えている。一方、パッチットは12回膜貫通タンパク質であり、 膜ク送体と相動性がある。細胞質外に HH が存在すると HH がパッチッとと結合しその働きを抑制することでスムースンドの発現を高めチタンパク質の分解を抑えることができる。具体的にはこの過程においてスムースンドとコストルマイナス2が直接相互作用をしチタンパク質を含む複合体が 地の分解を防ぐミクロドメインへ隔離されるようである。HH が結合したパッチットがいかにしてスムースンドの働きを強化するかはよくわからないが、少なくとも HH とパッチットの結合に伴い、その結合がない時に比べてスムースンドの発現が大きく増加することがわかっている。加えてスムースンドのリン酸化が HH によるスムースンドの制御に関わっていることが、 示唆されている hh により、パッチットが活性化された細胞では、サーが減って、前兆の血が細胞室内に蓄積し、デカペンタプレジックのような遺伝子が活性化される。DPP の場合は、サーが減少するだけで発現できるが、他の遺伝子は、サーの減少に加えて、前兆の血が発現に必要である。コストルマイナスには通常チタンパク質の折りたたみに、 必要であるが、スムースンドとコストルマイナス2の相互作用が、地の拡内移行を、ある程度可能にする。ヒューズドは、コストルマイナス2に結合するキナーゼであり、サプレッサーオブヒューズドを抑制し、いくつかの細胞ではそれによって、地との相互作用を可能にし、転写を調節するとされる。ウィンラスとヘッジホックの相互作用。数の青色は、パッチッとの発言を示す。ヘッジホックは、 幼虫の大切の発達と成虫の付属器官の形成に働いている。実際、発生段階にある症状場への大切形成において、転写因子のイングレイルドを合性し島を作る細胞はヘッジホックも発現しており、細胞間のクロストークを行う。 ヘッジホックタンパク質は遠くへ拡散できないので、ヘッジホックを作っているイングレイルド発現細胞の近傍でしか働くことができない。また、イングレイルド発現細胞の片側だけしかパッチッとを発現しておらず、そちら側にある細胞のみがヘッジホックシグナルを受けることができるのである。パッチッとを介してヘッジホックにより活性化された細胞はウィンラスを産生することになり、 もし症状媒の肺の全細胞でヘッジホッグを作るように操作すると、それらがすべて反応して広い範囲でウィンラスを発現するようになる。ウィンラス遺伝子はその上流に HH に依存して、自転車因子が結合する調節領域があり、ヘッジホッグシグナルにより HH3 性細胞の列の隣にある列の細胞において、ウィンラスの転写が増加する。 ウィンダスタンパク質は、膜受容体のフリッツアルドを介して、細胞外シグナルとして働き、近接する列の細胞に作用するが、特にイングレイルドを発現している細胞に対しては、その発現パターンを安定化する。ウィンダスは WNT ファミリーに属する、細胞間のシグナル関連タンパク質で、ヘッジホックと相互作用して、擬態節同士の境界を明瞭にする。各区画において、 他の島に対するウィンラスとヘッジホックの効果こそが、闘尾軸に沿った身体構造上の距離を表す位置の指標を作り出す。ウィンラスタンパク質の名前の由来は、その変異体が羽のない表現形を示したことに基づいている。これは、ウィンラスとヘッジホックが、相方的に症状場への変態において、羽の形成に関わっていることによる。 ヘッジホックは発生中の症状場への足の後部において発現するだけでなく、目や脳、生鮮、消化管、器官において発現し、その発生に関わっている。ソニックヘッジホックのシグナル経路の概要詳細な図は、このリンクから、脊椎動物において、ソニックヘッジホックは、ヘッジホックの中で一番よく研究されたリガンドであり、ヘッジホックシグナルのほとんどが、 ソニックヘッジホッグに関するものである。ソニックヘッジホッグは、最初45系だほどの線具体として翻訳され、実触媒反応的に切断されて、N 末端側20系だのシグナルドメインと C 末端側25系だに分かれる。この切断に際して、コレステロール分子が CN の C 末端側に付加され、細胞外への放出や、需要体との相互作用を行うようになる。 ソニックヘッジホックには自己分泌作用があり、それ自身が細胞にその酸性を促す。細胞外放出や、それに続くヘッジホックシグナルの傍ら分泌的作用はディスパッチットを必要とする。C が標的細胞に到達すると受容体であるパッチットマイナス1に結合する。C がない状態では PTCH1 はスムース運動を阻害し、 その下流の経路を抑制する。ある研究によると、p t c h は低分子やスモの膜極剤を調節することによって、その活性を制御しているという。p t c h 1は、ニーマンピック病 C1 型の原因タンパク質であり、細胞膜における素水性分子の輸送に関わる NPC1 と相当性がある。p t c h 1は、 ステロールセンシングドメインを有し、これがスモの制御に重要な役割を果たしている。今考えられている仮説では、PTGH がスモからオキシステロールを取り去ることによって、スモを調節するとされている。つまり、PTGH が7でヒドロコレステロールレダクターゼによって作られたオキシステロールを吐き出すステロールのポンプのようなものとして働くとされ、そして、 hh が ptch に結合したり、ssd に変異が生じると、ポンプが働かなくなり、相撲の周辺にオキシステロールが蓄積すると考えられている。現在想定されているヘッジホックと ptch-1 を介した相撲の制御機構。このステロールの蓄積より、相撲は活性化内脂膜に長時間止まることができると考えられている。 この説は低分子で相撲にアゴニストやアンタゴニストとして働くものが多いという事実に指示されている。C により相撲への抑制がなくなるとリ転写因子を活性化する。リには活性化型のリ1、リ2と抑制型のリ3があるが相撲からリファミリーに至る一連の分子機構はあまりよく分かっていない。活性化したりに蓄積し、 ヘッジホックの標的遺伝子の転写を制御する。最近の研究によると p t c h 1はスムースンドに依存的にヘッジホック標的遺伝子を抑制しているという。哺乳類では p t c h 1に加えて54%の相当性を持つ p t c h 2というヘッジホック、需要体がある。3種類のヘッジホックはすべて PTCH1 と PTCH2 に同じ親和性で結合するので、ヘッジホック同士での区別はなされていない。ただし、発言のパターンは異なっており、例えば、PTCH2 は、清掃においてとりわけ高いレベルで発言しており、デザートヘッジホックのシグナル伝達に関わっているが、PTCH2 はシグナル伝達の下流において、PTCH1 とは違うとされている。 また、ヘッジホックリガンドがない場合の PTCH2 の都合抑制能力は PTCH1 に比べて弱い。加えて PTCH2 を過剰発現させても、規定細胞がんで見られる変異が入った PTCH1 には及ばないことが知られている。脊椎動物でも症状場合と同じように PTCH2 ヘッジホックがリガンドとして結合すると、 リガンドの隔離と内在化が起きる。その結果インビボでは、受容体を発現している、受容領域において一連のヘッジホックシグナルが、自らのシグナルを弱めることになる。一方、症状場へと異なるのは、脊椎動物には、ヘッジホック相互作用タンパク質1という分子がありこれが、ヘッジホックシグナルの調節に関わっている点である。このエッジヒップ1は PTCH と同じように、 ヘッジホックリガンドの隔離に働くが PTCH と異なるのは相撲に対しては何も働かない点である。ソニックヘッジホッグが哺乳類においてどれがどの指になるかを決めている。赤色の点がソニックヘッジホッグの下流が発現している部位を表す。ヘッジホッグファミリーは様々な発生の段階で中心的な役割を担っている。 最もよく知られた例が発生中の脊椎動物の死死における役割であり、サンダースとガスリングが1968年に行った鶏の死元気に関する古典的実験がモルフォゲンの概念の基礎を作った。この実験では鶏の死の指が指として決定づけられるのは死の公園にある極性化活性体という小さな組織領域が産生する 拡散性の因子によることが明らかにされ、哺乳類も同様の気候によって発生すると考えられた。この拡散性の因子がソニックヘッジホックであった。しかしながら、いかにしてソニックヘッジホックがそれぞれの指を決定づけるかは最近まで詳細にされることはなかった。最近の理論によるとマウスの肺において、 ソニックヘッジホックの濃度とどれだけ暴露されたかという時間がどの指になるかを決めているという。第5子、第4子、それに第3子の一部は C を発現している細胞から直接生じてくる。これらの細胞では C のシグナルが自己分泌の形式により分泌され細胞外でのリガンド拡散により濃度勾配が形成される。そしてディスクがない条件下でその濃度勾配に 従いこれらの指が正常に発達するのであり、すなわち、どれが、どの指になるかは C にどれだけ長い時間さらされたかで、決定される。具体的には、一番後ろ側にある、第5子が、最も長く、第4子がそれより短く、第3子がさらにそれより短い時間 C にさらされる。一方、第2子は、C のわずかな細胞外濃度にさらされているのみである。 それに対し第一子は C を必要とせず、これは、ある意味で、死が細胞のプログラムの初期設定値とも言える。ヘッジホッグシグナルは、発生段階にとどまらず、生体においても重要な役割を担っている。ソニックヘッジホッグは、増血幹細胞や、乳腺や、神経系の幹細胞など様々な組織の体制肝細胞を増殖に導くことが知られている。このか。 毛包が旧式から成長期に移行する際にもヘッジホックシグナルが必要となる。肺発生において有害な変異であれ、母体における細気系物質の蓄積であれ、ヘッジホックシグナルを錯乱することは重篤な発達異常につながり得る。全脳が2つの大脳半球うまく分かれない。全全脳包小は実際、出生1万6000例のうち1例。 流山も含めば200例に1例の割合で起きるが、その一部では C や PTCH を含むヘッジホック関連遺伝子に変異が見られる。イソウの一種であるベラトルムカラフォーニコムに含まれるアルカロイドはスムース運動を阻害する働きがあり、これを妊娠した羊が食べると、その子供が全然脳包症の最も著しい形である単眼症を呈するため、 そのアルカロイドにシクロパミンという名前が付けられた。脳腫瘍、肺癌、乳癌、前立腺癌、皮膚癌など様々な臓器の癌においてヘッジホックシグナルが活性化されていることが知られているが、その中でも皮膚の一般的な悪性腫瘍である規定細胞癌はヘッジホックシグナルととりわけ密接な関係がある。事実、規定細胞癌の腫瘍細胞では PTCH1 の不活性化やスムースン動の活性化が見られる。すなわち、このシグナル伝達経路を活性化されることで、体制肝細胞が,がん肝細胞に変わり、主要になっていくと考えられている。そのため、ヘッジホックシグナル伝達経路を特異的に阻害する薬剤が様々なタイプの悪性腫瘍に対する効果的な治療になるのではないかと期待されている。 標的ヘッジホッグシグナル伝達経路における最も一般的な標的はスムースンドであり、これに対するアゴニストやアンタゴニストによりシグナルの下流に影響を与えることができる。このほか、PTCH1 に対する抗体アリス酸に対する抗体もこのシグナル経路に効果を発揮する。また、リネに対するセルナも細胞の成長を阻害し、アポトーシスを誘導することが知られる。 主要転移関連ヘッジホックシグナルの増強は、スネイルの発現を高めるとともに、イ、e、ーカドヘリンや密着結合を弱める。加えて、血管申請にも関わっており、これらにより遠隔転移に有利な環境が生まれるようである。主要制御、ヘッジホックシグナルの活性化では、アンジオポエチンのような血管申請因子や、サイクリン、アポトーシス抑制遺伝子の増強とファスのような、 アポトーシスイ伝子の抑制が生じる臨床試験ありがとうございます。